独協以来の医学生と柔道家の二足のわらじを履く24歳です。おぐったのが正しい選択かどうかはわかりませんが、一緒に畳を礼をして出るのは相手として必要最低限やることだと思いましたと説明します。負傷した側は、全日本柔道連盟を通じて、朝日奈選手にはとても感謝している。 と敬意を伝えました。それでは、お先に失礼します。